はい、こんにちは。速稼塾の久保でございます。今回はね、40代で年の差婚、まあ20代女性相手、30代前半女性を相手に、まあ恋愛をしてみようかなとかね、結婚を考えてるんだという40代から50代前半までの男性に向けての、まあ、考察になります。ご参加いただきました女性の方、本当ありがとうございます。素直なね、20代女性、30代前半の女性の気持ちをお聞かせいただきました。そしてデータをお寄せいただきました男性の会員さんも本当ありがとうございます。クローズな場面だったんですけども、私としてもね、非常に勉強になったことと、あと私がまとめたレポートがね、皆様の共感を呼んだということで、今回自信を持ってですね、お届けしようかと思います。まあとはいっても、わずか数百人のデータなんで、これが全てではないと思います。これからもね、探求は続けていきたいと思いますので、また第2回第3回のミーティングの場所を設けさせていただければと思います。それでは今回のレポートをちょっとね、画面を共有して皆さんと一緒に見ていこうかと思います。一般公開です。こちらです。はい、まず前回ちょっとお知らせしたんですけども、20代の女性が40代、50代男性にどのようなものを求めているかですよね。繰り返しますけども、安心感っていうものが求められていますよと。安心感っていうのは何かっていうと、圧倒的な知識とか、独特な経験とか、それから豊かな精神性ですよね。欠かしちゃいけないのは金銭的な余裕です。ここで多くの男性は挫折するんじゃないかなと思います。プラスね、ユーモアのセンスですよね。普段から人を笑わすのが得意な方とかね、ちょっと厳しい状況にあった方の気持ちを緩めてくれる癒しの効果を演出してくださる方、それが全部安心感になってきます。この要素5つありますけど、これがない方はね、ちょっと自分の今までの人生を大いに反省した方がいいかなと思うんですよ。やっぱ自分主体で生きていくんではなくて、周りの人がどういうことをしたら助かるかな、喜ぶかなってことをもっと真剣に考えると出てくるのかなと思います。まあ40代男性でね、勘違いしがちなのは、職場でそれを発揮してるよっていう方なんですよ。でも職場はギャラをもらってますよね。だから、この辺のものを駆使するのは当たり前なんですよ。ですんで、職場という限られた括りではなくて、職場の外にどのような知識や経験や精神性や金銭的な余裕、ユーモア、こういうのを発揮してるかってことが問題になってくるんですよ。それがだから多くの40代男性と比べた時の差別化になるわけですよね。だから職場の中でこの要素をね、使っていたとしてもそれは差別化になりませんので、同じような40代男性として埋もれていくってことになります。で、二つ目。20代女性から見て40代の男性って、やっぱりね、同世代にはないほど可愛がってくれるところが、まあすごくね、嬉しいことだと思いますけども、これも勘違いしないでいただきたいのは、40代の男性なら誰でもそういうふうに思うってことはないですよ。やっぱりこの安心感とかがあるから、これを元に、まあいろいろとね、可愛がってくれるっていう感じるわけなんですよ。ですね、ちょっと上の要素がない人は、下の女性を可愛がる、20代女性を可愛がるっていうふうに、いくらやっても女性はそのように感じてくれないと気持ち悪いと思ってしまうってことなんですよね。それで、年の瀬恋愛をしてると、やっぱりね、対等ではないんですよ。やっぱり男性の方がいろいろと先行していて当たり前なんで、女性に何かね、気になるところがあっても、それ慌てずにね、やっぱり伸びしろを見てくれる。女性が、ああ、そうだな、まだ20代だからね、と。自分と同じ40代になるまでには20年ぐらいあるから、そのぐらい待ってあげようかなっていうふうなね、伸びしろを見てくれるところが、まあ一つのね、包容力になるというところでもあるんですよね。で、あとはね、べったりじゃなくて適度に放置してくれて、20代女性っていうのは個人的な世界も持ってるわけなんですよ。そういうところをね、やっぱりおもんぱかって、いつもいつもね、がんじがらめにせずに、適度に放置して、詮索しない、あれこれ聞かないってことですよね。どこに行ってたのなんていうのはね、あんまり良くない例の一つですよね。はい。次。男性40代、頭がいいっていうのが、やっぱり40代男性を恋愛対象と見るときの最低スペックだそうです。まあ、学歴があるっていうのがね、一番わかりやすいんですけども、やっぱりね、東大なり、青山学院大学なり、個別の大学名はちょっとね、覗きますけども、とりあえずね、大卒であるってことによって、女性は一気に、安心感が高まります。やっぱりね、高卒とか専門卒とかって、ものすごいね、アドバンテージとしては、使えないんですよ。女性も大抵高卒だったり、専門卒だったりするでしょ。だったら、自分が同じような高卒の人とかね、専門学校に通っていた男性を見てるんですよ。で、それで、相手が見つからなかったってことなんで、フィルターをかけてるんですよね。だから自分の通っていないさらに高い学歴に対してのアドバンテージっていうのは女性は感じるんですけども、そうでない限りはなかなかですよね。安く見られちゃいます。で、学歴がなくても学歴と同等の賢さを感じるってことであればいいんですけども、残念ながらこういう例は
単なる学歴を持ってる人よりももっと少ないらしいんですよね。厳しいですね。で、次、問題解決能力があるかってこともよく問われています。問題解決してますか？自分の悩みすぐに解決してますか？ってことなんですよ。いつまでも同じ問題に、まあ言ってみればね、うじうじと悩んでいたりとか、それ未だに解決してないの？みたいなことがある人は、ちょっと要注意です。そういうことを考えるとね、お目当ての女性がいた時にすぐにアタックできないっていうのは、結構ね、マイナス面になってくるわけですよ。うん、行動が早くなければね、やっぱりお付き合いして、その後が、まだ問題が山積されてますから、その前のお付き合いできるかなどうかなっていうのでぐじぐじしちゃうのは、これやっぱりね、中学生から高校生までの話だっていうふうに女の子は思っちゃうと思うんですよ。はい、次ですね。IT リテラシーがある。40代男性、これ諦めてる人多いでしょ。IT リテラシーね。やっぱりさささっとホームページ作ったりとか、なんかね、曲を一曲、パソコンの打ち込みでパパパンと作ったりとかね。あと、ちょっとしたデザイン画像をさっと下ろしてくれる。みたいな IT リテラシーは、当たり前になければ40代として一人前じゃないよっていうことらしいです。どうですかね？どのぐらいありますか？この辺。はい、ここまででね、十分肝が冷えた方もいると思いますけども、やっぱり、年の差っていうね、男性は年を取って不利になる面と、有利に年を取る面があると思うんですよ。今回お話したのは、どうやったら、年齢を重ねたということをアドバンテージにできているか、もしくは単なる年齢が過ぎただけで、せっかくのね、10年、20年を無駄にしちゃったのかってことが浮き彫りになってくるってことになります。ではね、後半の方では、今度はね、どんな男性が嫌われるかってこと、こちらの方をご覧いただきたいと思います。ちょっと下の方にずらしますね。前もね、お話ししたんですけど、臭い人はダメらしいですね。だからこれね、なんでね、体臭が臭いかっていうと、タバコが圧倒的に悪いんですよ。タバコっていうのは、吸ってない時でも、血液が臭くなってますし、皮膚が臭くなってますし、髪の毛が、もうニコチンとかをね、吸い込んで、体内からですよ。体内から吸い込んで臭くなってるんですよ。で、お酒もそうなんですよね。お酒飲みすぎると、いつも臭いんですよ。ですんで、どんなね、フレグランス振っても無駄ということになります。逆にですね、フレグランスや香水が混ざって、もう絵も入れないのはね、吐き気のするような体臭になっていることに本人は気づかないんですけども、女性は一定の距離を置いちゃいます。それは精神的にも、それから、本当にね、物質的にも距離を置いちゃうんですよ。だから隣に座ると、うわ、草早くいなくなってくれないかしらっていうふうに心の中で思ってますからね。だから酒とタバコをしている方は、もうやめるぐらいの覚悟じゃないと、恋愛の対象には選ばれないですね。はい、次、見た目ですね。服選びのセンスとかヘアスタイル。これをね、やっぱり日々気にしないといけないかなってことなんですよ。で、男性としては、何年も服買ってないなって人はこれもダメなんですよ。本当にね。それを言っちゃう人もダメですね。だから、年にね、4回ぐらいは服を買うチャンスはあると思うんですよ。春夏秋冬と。少なくとも、まあ2着ずつ、年間で10着服買うの、そんな難しいことですかね。だからそれはね、女性を引きつけるためにやるべき男性の、まあ仕事だと思った方がいいですよね。まあ本当にね、これね、まあ男性はね、服のセンスがないのは服をね、選んでないからなんですよ。選び続けるとセンスはついてきますから。だから俺服のセンスダメなんだよなって人は何年も服買ってなかったりするんですよ。アウチですよね。やっぱり、ファッションに敏感になることってのは、女性はいつもファッションに、もう小学生、中学生の頃から敏感ですからね。女性の目線に合わせるってことでもあるんですよ。それからヘアスタイルです。まあ女の子は幼い頃からヘアスタイルすごく気にしますよね。男性も同じぐらいの感性を持ってないと、それはね、センスが合わないですよ。で、ヘアスタイルや服選びのセンスの大変さとか喜びっていうのがわからなければ、女性を褒める言葉も出てこないですからね。だからこれ真剣に考えないといけないところですよ。次、男性がやって20代の女性から見て本当やめてっていうやつ。過去語りですよね。で、自分の知らない時期のことを、男性が話し始める。要するに過去語ったりをすると、女性は放置されたって感じるんですよ。知らんがなって話ですよね。例えば男性がね、20代の頃の話してみてください。40代の男性が。20代の女性は生まれてもなかったりするわけですよ。やめてくれって話ですよね。私たちが、10代や20代の頃に、戦時下の話されても、非現実的だったでしょ。戦争があってなぁとかね、食べ物がなくってなぁとか、戦場で人が死んでなぁとか言っても、もうなんか現実味ないじゃないですか。それと同じことを40代の男性は延々と女性にしてるんですよ。しかも年端のいかない女の子にですよ。
このね、なんか格好悪さに早く気づかないといけないですよね。それからね、どうせ俺はもう年だからとかね、体力も落ちてるから、どうせ俺モテないからとかね、卑屈になってる人、同情を誘う作戦かっていうふうに思われるだけです。痛いだけなんですよ。女性はそういう話も聞きたくないですから、要注意です。卑屈になるよりも、明るく楽しくなんですよ。自分のデメリットを笑い飛ばせるようなことだったらいいんですけども、本当に卑屈になってね、空気悪くして、どう声をかければいいのか、どう返信すればいいのか分からなくなっちゃうんですよね。はい、その例がこれです。もう若くないからね、と。若い人にはついていけないよ。もうこんな年なんだよね。だんだん無理が効かなくなってきたなとかね。これ、聞きたくないナンバーですね。だからこれを聞かされた瞬間に、もう恋愛対象というかね、もう異性としても見れなくなってくるんですよ。はるか彼方に行っちゃうってことなんですよね。生理的に無理ってやつです。だからね、コミュニケーション一つでこんなデメリットがあるんだったら、今ね、これを使ったらやばいんだってことを知ったわけですから、使わない方がいいと思うんですね。次、体は鍛えておいてほしいと。やっぱ40代になってくると体力が衰えてくるの分かってるわけじゃないですか。じゃあなんでね、それを分かっているのに、40代までに体を作っておかなかったんだってことなんですよ。40代から体作るの大変ですよ。だからやっぱりね、30代あたりから、体力の曲がり角が来たあたりから、体力が落ちた分、体を鍛えて筋肉で補填していくってことが必要になってきます。まあ少なくとも、趣味を聞かれた時に、まあ筋トレとかウォーキング結構してるな、ぐらいのことをパッと答えられるぐらいのね、まあ習慣はいるかなと思いますよね。うん、今ね、40代、50代で体を鍛えてなければ、これは恋愛対象には絶対ならないですね。次、下ですね。車は必須だそうですけども、より具体的なことが分かりました。やっぱりね、20代とか免許取り立ての初心者マークではないんで、40代にふさわしい車に乗っといてもらいたいらしいです。その中で有利なのは、ワンボックスカーですよね。アルファードとかじゃないですか。それから、外車。ね、最近はベンツも安いですしね。それから、アルファロメオなんてのもなかなかいいんじゃないですか。アウディとかもね、安くなってきてますしね。まあ中古でも全然いいわけですよ。で、クラウンとかレクサス。こういったもので、やっぱり颯爽とね、走ってきてほしいなってとこでしょうね。だからデートするのにも、マイカーがなくて、電車で待ち合わせでねとか、バスで移動で、で、最悪自転車でねって、どうですかね？これ20代女性が自転車に乗ったり電車に乗るのは全然いいんですよ。同年代でお互いに電車デートとかもあると思うんですよ。いやでもね、さすがにね、40代くらいの人が、なんか自転車で待ち合わせ場所に来たりとかね、スーツにリュックとかね、どう思うかってことをよく考えた方がいいですね。やっぱり20代の女性は40代の男性にすごくね、大人っぽさとか豊かさを期待してるんですよ。で、その期待に応えられて、まあ当たり前って思われてるんで、その期待を裏切ってね、すごくみすぼらしかったら、もうアウトですからね、一刻も早く帰りたいと思われるだけなんですよ。はい。痛いですね、結構ね。じゃあさらに続けていきましょうか。これはね、どっかのデータ調査、総務省かどっかのデータ調査だと思いますけども、まとめました。男性の恋愛、結婚、ピーク年齢は、なんと27歳がボリュームゾーンで、男の最高値、一番男性としてチャンスがあったのが27歳。年齢的にも、それから社会に出てのね、将来性とかも27歳で大体方向づけられます。27歳で、うだつが上がらない人は、これからもダメだろうっていうふうに女性からは見えるそうなんですよ。ですんでね、これがね、トーンダウンしながら徐々に35歳まで続きますので、年齢に応じた社会的地位や人格を身に備えてないと、当然資産も身に備えてないと、どんどんね、条件悪くなって、もう選ばれないってことになっちゃうんですよ。まあでも中にはね、40代で結婚とか恋愛を成功させる人もいます。確率としては数パーセントだそうです。じゃあ数パーセントの人って、どんな特徴の人がそれを成功させているの？その数パーセントにメスを入れたのが以下です。恋愛対象となるべき、結婚対象となるべき、年齢的アドバンテージ。要するに、年齢を重ねたのはこういう事情があったんですよと。年を取っただけにこういうものはありますよっていうふうなアドバンテージをどういうふうにまとめているか、女性が見ているかってことを下の5つにまとめました。一つはね、経営者であることですよね。経営者って言ってもなんかよくわかんないフリーランスとかダメですよ。本当に一人会社とかダメですよ。まあ私も一人会社ですけどもダメですね。結局ね、経営者ってのは店舗とか会社を、まあそのね、店長とか支店長に任せて、自分はなんかね、日々ね、社交界と接点持ったりとか、いろんなところにね、
顔を出しに行ったりとか、人脈を広げたりとか、営業したりとか、余裕ある日々を送ってるってことなんですよ。で、そういう経営者と恋愛すると、いろんな人に会わせてくれて、いろんなね、経験をさせてくれて、で、ディナーはいつも夢のような暮らし。で、女性もね、20代の女性も、なんかドレスとか買わないと、たまにはね、もう出ていけないようなところがあったりとか、それで迎えに来てくれるのは、クラウンとかレクサスでしょ、ワンボックスとかでしょ、ベルファイアなんですよ。それはね、その生活したいと思って、この生活続けたいと思って、あ、こういう男性って本当素敵だな。年齢は40だけども、あ、でも年の差恋愛いいかも、っていうふうに思っていただけるんですよ。ね、だから、余裕ある日々を送る経営者っていうのが、40代でも選ばれる数パーセントの中にあるってことなんですよ。で、次。芸能人並みの容姿ですよね。うん。ただね、最初に言っときますけども、見た目がいいのにお金がない人って、見た目が悪く見えるんですよ。それだったら見た目が悪くてお金持ちの方が見た目がよく見えるの方がいいんですよね。まあ、ですんでね、ここに芸能人って書いてますけども、芸能人並みの容姿っていうのも、まあどうですかね、地方でね、局のアナウンサーをしてるとかいうレベルだったら大丈夫です。年収が低くても。40代でも通用します。でも、なんかね、昔かっこいいと言われていたとかね、誰かにそっくりさんみたいに似てるとかね、キムタクに似ている40代ですっていう人は、ただその瞬間はいいですけども、恋愛したり結婚したりっていう風な対象にはなりませんので、芸能人っていうやっぱりくくりにならないといけないかなと思います。あとね、地方芸能のなんか後継ぎとかね、の家元の2代目とかね、そういうので修行していて40代になっちゃったって人も結構選ばれます。現実的に家元を継ぐために40代になった人には、やっぱりね、弟子がいっぱいいて、その中の20代の女性が、師匠である、師範である、その家元にね、ちょっと、仲を取り持たれて、じゃあ、うちの家を継ぐためにどうかね、みたいな感じでね。で、人格的にも趣味的にも合うから、ああ、じゃあ、っていうことでね、お付き合いして結婚するっていう例はあります。だからね、やっぱりそういうふうな芸能人っていうのもテレビに出てるだけじゃなくて、地方の芸能人っていうのもいるわけですよね。古典芸能とかね、私もやってる三味線とかね、あと、なんていうんですか、芸術とは違いますけども、菓子問屋の2代目とか3代目とかね、そんな人は40代でも十分選ばれます。それもね、だからいきなり恋愛したんじゃなくて、もうね、5年間、10年間同じ現場で苦楽を共にしてきたっていうところがあってからなんですよ。だから40代でいきなり出会って、顔が芸能人に似てるからモテるみたいなことはないですね。で、次、3つ目、お金持ち。やっぱりね、40代では資産築いておかないと、マイナス点にしかなんないんですよ。40代でもその日暮らしみたいなね。40代でもお金ないんだ、みたいな。それはね、お金がないってことに対してもがっかりされますけども、この年までお金を築けなかった人なんだっていうふうな評価になってくるんですよ。要するに、オスとしての能力が問われちゃうわけですよね。だから40代での理想資産、だいたい2000万ぐらいはなければきついでしょうね。まあ、1000万あってもあんまりアドバンテージはなんないんですよ。1000万がすぐになくなるってことは、もうやっぱりね、女性も知ってますんでね。で、それからね、人気者ってことですよね。これは一方的に知られていることです。うん。だから、例えばね、私が会社をいくつかやっていて、店舗を20店舗やったときは、それぞれに従業員さんが少なくともね、10人いたわけですから、200人に知られてるっていう関係になるじゃないですか。まあそうなるとね、私は知られてるんで、もしかしたらですよ、知られてるってことに対して、ちょっと趣味の変わった人がね、私のことを気に入ってくれる可能性も高いわけですよ。まあ、要するに、ね、ここで言う人気者っていうのは、まあ自分が20代の女性を狙いに行かなくても、向こうから来てくれるみたいなのが日常的に起きているってことなんですよ。そうなると、そういう40代の人は、自分の気持ち一つで、恋愛とか結婚はすぐ決まるよってことなんですよね。ね、非現実的ですよ、結構。でもこういう方が数パーセントに入ってるってことなんですよ。最終的にはこれはね、40代からでも、なれます。インフルエンサーです。有名人っていうのは、テレビの有名人じゃないですよ。SNS で有名になることですよ。IT を活用して、YouTuber として有名になる40代とか、それから Twitter でね、5万人ぐらいのね、フォロワーさんがいるとかね、Instagram で2万人のフォロワーがいるとか、そうなると、その IT の中で有名人になるわけですよ。20代の女性はもう当然のように IT を駆使してますから、スマホとか使って毎日ね、いろんなところにアクセスしてますから、その中によく見かける人みたいになると有利です。プラス、知り合った方がね、20代の女性で、40代の男性が自分のことを知らせるときに、いや、俺実はこういう活動してるんだよねって感じで、例えばね、YouTube のチャンネル登録1万人みたいなの見せると、あ、この人自分は知らないけども、どっかでいろんなことをやってて有名なんだっていうことで一目置かれて恋愛対象に
上り詰めるってことになりますんで、やっぱりね、IT を駆使するインフルエンサーになるっていう方法もあると思います。多分これが一番現実的じゃないかなと思うんですよ。毎日毎日 SNS を更新すれば有名にはなりますからね。はい、ということでね、こういう方が40代でもちゃんと恋愛したり結婚できるってことなんで、この5つに入ってなければ、まず諦めた方がいいってことですよね。もう本当にね、バツイチの35歳ぐらいの女性を探すとかね、同年代の方を探すとか、もっと言ったら年上の女性を探すみたいなことになっちゃいますね。まあ、どっちにしてもね、40代で何も持ってなければ本当に不利ですよ。ただ、年齢を重ねた、よくわかんない人みたいになっちゃいますからね。厳しいですね。はい。で、男性としてのよくある勘違いをここにまとめておきます。多分多くの人の男性は、40代男性は、やべえ、俺のことじゃんって思うと思うんですよ。私も、まあ、似たようなところがあります。よくある勘違い、NG って書いてますよね。ここにはね、あ、年収は確かに300万ぐらい、いまいちなんだけど、でも俺はね、やりがいと責任感とか社会的意義でこの仕事頑張ってきたんだ。だからこの頑張りを評価してくれる人はいるんじゃないかなっていうふうに思ってる人多いでしょ。逆なんだよ、これ。逆。やりがいと責任感が本当なら、またね、本当に社会的に意義があるんだったら、年収に反映されてるでしょってことなんですよ。だから社会が認めてないのに、なんでね、私だけがあなたを認めるっていう風なロジックになるんですかっていうことなんですよ。ね。20代の女性も社会の一員ですからね。だから社会があなたに報酬として還元してないってことは、あなたはかもられてるってことなんですよ。だからそれに早く気づいてねってことなんですけども、なかなか40代男性は、これを認めようとしなくて、自分だけは特別な事情があるって思っちゃうでしょ。では、こういうふうに女性は聞いてきます。じゃあ、私たちが将来お付き合いしたり結婚するとして、私との関係、もしくは私たちの家庭に対するやりがいとか責任感とか社会的意義はどう考えているのっていうふうに聞かれますよ。要するに、どっちが大事なのって話なんですよ。ね。まあ、ここもね、やっぱり準備しておかないといけない。40になったらもうね、すでに答えが出てないといけない回答ですよね。いやー難しいねっていうのは、まあ、せいぜい35歳までですよね。で、この問題に答えが出てなくても、先ほどお話したように、27歳をピークにして、ちゃんと恋愛して結婚してるわけですよ。35歳までにほとんどの方は、しっかりとね、自分の恋愛や結婚を手に入れてるわけなんですよ。もちろん、真剣に考えてるからそうなるってことですよね。で、ある意味ね、真剣に考えてないから、40代になっても、恋愛も結婚も自分の考えてる通りになってないってことなんですよ。もちろん最初から恋愛なんていらないよとかね、結婚なんていらないよって考えてる方は、また別の回答がありますからね、ここには当てはまらないと思います。はい。いよいよ最後のページかな、これ。思考そのものもさることながらね、今までの思考もさることながら、社会に安く使われている人はなかなか交際相手として、また結婚相手として考えにくいっていうのが女性の感想らしいです。で、40代になったらそれなりの年収と資産は確保するのが当たり前というふうに20代女性は見てますからね。なぜなら20代女性から見て40代の男性ってお父さんというふうに見る側面もあるんですよ。じゃあ仮にですね、お父さんとその娘さんが何かね、活動するときにお父さんがいちいち外食に行って娘に対して割り勘なっていうふうに言います？で、お父さんがお金にピーピーしてる、いわゆる生活苦の場合、娘さんはどういうふうに思いますかね。親ガチャだって言われるんじゃないですか。で、お父さんの将来性とかも、あ、これはダメだっていうふうに、40代でほとんど答え出ちゃってますからね。で、そういう人に対して安心感を感じますか？たくましさを感じますか？賢さを感じますか？人脈豊富だなっていうふうに思ってくれますかってことを考えると、非常にですね、今まで、自己肯定してきた、こういったね、40代男性が蓋をしていてきた問題が、明らかになっていって、ちょっと背筋の凍る思いがするんじゃないかなと思います。で、最後にね、こういうレポートもありますよね。人脈とは何ぞやってことなんですよ。ね。人脈とは、会社内の偶発的な上司部下、先輩後輩などの人間関係ではなくて、その会社がなくても存在する、しっかりとした信頼関係が構築された仲間のことですよ。まあ、ですんでね、例えば私、アメ車に乗ってるんですけども、まあ、トランザムに乗ってるとね、まあ、セルシオでもいいですよ。最近セルシオを買ったんで、セルシオっていうね、車をちょっとね、一つ、例に出させてもらいますけども、セルシオを買うじゃないですか。そうすると、セルシオのファンクラブっていうのがあって、そこに誘われるんですよ。ね。で、そこに入ると、もう銭金関係なし、仕事関係なしの、それこそね、自分だけの仲間ができるんですよ。で、これってのは多分、仕事を変えようがどうしようが続くじゃないですか。でも通常、
会社を辞めて転職すると前の会社との付き合いってあります？要するに会社の中の人間関係っていうのは会社の中にいるから起きる人間関係であって、会社の指示に従うっていう目標があるからそうなってるだけなんですよ。でも目標がないところに自分の信頼関係が構築できたかっていうのがまさに人脈なんですよね。だからね、よく考えると本当にね、やべえなと思うところが多いと思うんですよね。まあセルショーだけじゃないんですけどもね、なんか趣味のクラブでも、それとか釣りとかスポーツでもいいんですけども、まあ仕事も住むところもバラバラなのに強い信頼関係に結ばれた、それがまあ人脈だというそうですよ。はい、いかがだったでしょうかね。30分弱にわたって今回まとめさせてもらいましたけども、一部の方には大きなきっかけになるんじゃないかなと思います。そして多分大部分の方は、いやまあそういう考えもあるけどね、俺は俺の道を行くよって感じで、なんかすごいことになるんじゃないかなと思います。40代っていうのは恋愛をする最後のチャンスだと思った方がいいですね。でしかも27歳というピークを過ぎて一番の売れ時だった時期を男として過ぎちゃったわけなんですよ。そして35歳っていうボーダーラインも過ぎちゃって、今40代に入ってね、それこそ特別な人しか恋愛や結婚ができてないっていう、そんな世代が40代ですから、可能性がないとは言わないんですけども、まあ今日のね、動画ご覧いただいて何か新しいことをやろうって思わないと、もうね、今までのことの繰り返しでは何も起きないですからね。それは私は本当に思います。私もね、やっぱりこう自分のことを恐縮なんですけど、話すのは恐縮なんですけども、ネットビジネスでお金と、それから知名度を得たんで、うまくいったところあるんじゃないかなと思います。もちろんそういうところを見てね、奥さんが結婚してくれたわけじゃなくて、そういうふうな意識と奥さんのこれから伸びようとする20代の感性が、まああったと思うんですよ。私がね、何もかも疲れて、世の中こんなもんだよって言って、何も挑戦せずに、新しい自分を見つけなかったら多分魅力的には映んなかったんじゃないかなと思うんですよね。ということで、またね、このシリーズご要望たればやっていこうかと思います。それでは失礼します。ありがとうございました。